最終コーナーへと差し掛かってまいります。隊列フロントローロックオン、2列目も OK、 3列目も整って、さあスタートはどうでしょうか。切られました、スタート。路面の状況はどうなのか、まだそんなに影響はないでしょうか。1コーナー、おー、オーバーランしてるドライバーいる。1台オーバーラン、ガードを走って戻ってきた。そして1台スピン、中盤から後半のドライバーだと思われます。1台スピンです。さあ、そしてトップの方はと言いますと、めっちゃ修正が来てます。あるいはタイヤを温めているのか。2番手争いは斉藤と井上で繰り広げられて、そこに坂が入ってきて、坂が3番手。さあ、トップは高田亮平、そのままキープ。2番手斉藤、坂3番手。さあ、S 字の1個目、3台絡みました。19、18ともう1台です。中山と伊勢谷と小宮ですね。なんと、眼科のサポートを受けている2人が、この3台の中に入っちゃいました。再スタートを切っています。トップは高田。さあ、2番手坂博之が3コーナー飛び込んでまいりました。坂博之2番手に浮上。3番手に斉藤雄一、4番手のこのカラーリングを長内雅人か。2番手以降が長い列になっています。4番手長内、5番手なんですが、14番ですね、桃谷。その後ろには荻野。そして、入れ替わりまして、これ平松が来て井上、森谷ですね。森谷がインサイド飛び込んでいったでしょうか。カーナンバー24番。さあ、今ホームストレートも横並びで過ぎていきます。森谷が前に出ていきました。森谷、井上というオーダーですね。さあ、そして、お、前にはスローダウンをしているマシンがいる。これはバックマーカーでしょうか。トップは高田亮、ヘアピンに差し掛かっていまして、2番手争いが5台のバトルになっています。坂博之、ファッセストラップ、高田亮を追っていきます。高田亮よりも先ほどの試合が4番ほど速いペースでした。高田と坂はすでに1秒3の差が先ほど開いていましたが、そのタイムギャップは縮まっていくのでしょうか。ホームストレート、トップ2のタイムギャップは1秒671。この瞬間は高田の方が速かった。3番手には斉藤、4番手には長内。この長内の動きも気になります。その後ろ、桃谷と荻野、ここまでがトップ集団。6番手までは集団となっています。少し離れまして、7番手は平松、8番手に井上、9番手森谷、10番手は弓場、その後ろ佐古ですね。そして松浦と阿部、さらには石川、石川渡部と続いているでしょうか。カーナンバー4番渡部、石川の後ろを言います。そこから少し離れまして高垣、中田、この辺からは等間隔。その後方で、岡本、島根、この辺りが競り合っている模様です。領収終了5周目です。2番手、3番手争い。さあ、長内雅人と坂博之、長内が前に出ていきました。長内雅人、ここで2番手入場。坂博之、どこまで耐えられる。ヘアピンで内回りをしてくる。斉藤雄一がついていく。わー、いいフィールドでは坂の方に軍配か。お互いの後ろに近づいていきますが、斉藤が不幸で鼻を滑り込ませようとするが、これはダメ。その後ろでは荻野が桃谷をかわしてワンポジションのアップをしています。その後ろ、平松の後ろ、井上がピタッとつけている。森谷の後ろに雪場もつけている。それぞれ争いが起きています。5周終了、6周目、15周のスーパー SS レース3分の1が終了したところで、トップ2のタイムギャップは2秒28に。トップの高田亮の前にはバックマーカーが見えてきていますが、まだ影響はなさそうです。そしてこの高田と長内とのタイムギャップは2秒28に。これは大きいです。先ほどと同じくトップは独走という形になるんでしょうか。最終コーナーから立ち上がってくる。2007年にこのスーパー SS が新設されてから、高田と長内ともう一人藤山貴信と、この3人しかウィナーは出ていません。トップを行く高田は2回チャンピオンに、
第2位の長内は3回チャンピオンに輝いています。さあこのチャンピオン経験者、日本一経験者2人がトップ中となっておりますが、東亜佐々木と高も斉藤もまだまだ諦めていない。長内のペースが以上だったら高と斉藤を引っ張っていってもらって、何としても高田を捕まえたいところなんですが、高田が先ほどパーセント43秒286、この周回バックマークをおしゃれしながらも43秒253、パーセント斉藤雄一はそれを上回った43秒218。しかしこのタイムギャップではトップ追いつきそうになるか。7周終了、8周目、2番手、3番手、4番手はバトルをせずに前を追っているようにも見えます。それぞれ自己ベストは出しています。自己ベストは出しているんですけれども、このタイムギャップが何といっても大きい。高井前進の2個目で少し遠赤を踏みましたが、ここは落ち着いていきたい。わー、そしてその後ろ、弓場を先頭にしたこの2、4、5、8台のバトル、複合のところでは動きませんか。ゴールショー最初のところでインサイド、インサイド飛んできた平松が飛び込んでワンポジションがアップ。平松、松浦をかわしましたね。大きな集団になっています。2番手争いも気になるんだけれども、その後ろの5番手、6番手の一騎打ちも気になるし、7番手争いの大集団も気になります。弓場の後ろから井上芳美、手当てにインサイド飛び込んでくる。井上、弓場、その後ろからタコがついていきます。その後ろは平松、さらに24番、いやこれは森谷ですね。森谷が来て、あ、ここもだいぶまた変わってそうですね。先ほどとはちょっと違うオーダーになっています。ちょっと確認してみましょうか。井上、弓場、そしてタコ、森谷、石川、平松、阿部、渡部となっております。7番手に井上、8番手に弓場、9番手に佐藤、10番手に森谷です。9周終了、10周目です。トップ級のタイムギャップは2秒695。パーセントを出しているのは現在4番手、前の長内の佐藤を追います斉藤なんですが、この集団自体のですねタイムが、まあ、わずかに高田よりは上回っているとはいえ、この2秒をわずかに進化、2秒568という差を残り5周で埋められるかというと微妙なところです。これはもう最後は神様、仏様、ご先祖様状態です。3コーナーから4コーナーへ、長内、坂、斉藤、ぐっと近づいてついていく。少し離れまして沖本、桃谷、さらに離れましてバックマーカーを挟んでトニーカートのカラーリング、井上の後ろは弓場と佐藤、森谷と石川までが1段。少し離れまして72歳最高齢阿部は現在12番手を走行中。阿部、渡部、そして、松浦がいますかね。さあそのような感じです。最終コーナーからこの競り合っている集団も、おー、そして S字のところでですね、後方のドライバーがスピンをしてしまいまして、そこに何台か影響を受けましたね。岡本秀明とか影響を受けております。先頭はと言いますと、その横を駆けつけていきましたトップ高田。長内の後ろ、高はついていますが、先ほどまでパンテストを更新していた斉藤はこの2台からちょっと離れつつあるか。さあ、ちょうどもう持たないか。ここは踏ん張りどころ。残り周回数は3周。高田の3度目の日本一はもう間違いなさそうだ。2番手長内、3番手坂の対決はどうなる。坂はまだ諦めてない。坂はまだ諦めていません。4番手斉藤は離れました。5番手6番手争いはまだ分かりません。沖本、桃谷、7番手井上の後ろから弓場が詰めていっています。その後ろには森谷、佐古というふうにここは変わっていったようですね。9番手、10番手争い、11番手、石川監督、12番手、阿部、その後ろに松浦、渡部と続いています。ブルーフラッグが振られます。ホームストレート、残り周回数は2周。高田トップですが、2番手、長内とのタイムギャップは2秒6。もうそれを捕まえられない。最後よほどのことがなければ
そしてその2番手幼いもスパートをかけ始めましたので、佐久がちょっと遅れ始めています。カーナンバー13番高田亮、今シーズンは茂木と秋風のランキングリーダーとしてやってきました。カーナンバー8番の幼いまさと、伊賀子のランキングトップ、そして3番手25番坂井雄一は鈴鹿のランキングトップ。茂木や秋風、伊賀子とやはり関東勢が強い中で、3番手坂も健闘しています。4番手斉藤雄一は隣町から来たというドライバー、その後ろ小平と桃谷も、これが最後のバトルになります。いよいよファイナルアップ、もうトップ4は変わらなさそうだ。5番手6番手争いはどうか。今4コーナーを通過していく小平と桃谷、その後ろの戦いは井上が抜け出しましたね。井上が抜け出しまして、その後ろ守屋がポジションを上げたか、守屋、弓は佐古とここも変わっているようです。さあ最終コーナーへと登場してきます。カーナンバー13番高田亮、3度目の日本一は完全な勝利で収めました。2番手幼い雅人、日本一が期待はならず。3番手には坂博之、人気の意地を見せました。4番手には斉藤雄一、5番手荻野和久、6番手桃谷直隆、7番手争いも最後までバトルでしたね。最後は頭取り抜け返して、7番手井上が単独になりました。8番手守屋、9番手弓場、10番手には佐古、以上がトップ10となっております。